テゼの小島テゼを訪れる若者たちテゼ共同体は、キリスト教のエキュメニカルな男子の修道会である。フランスのブルゴーニュ地域圏、ソーヌイコールエイコールロワール圏のテゼ村に所在し、最寄り駅はマコンロシェティ g v 駅である。1949年にブラザーロジェによって発足し、カトリック教会、またはプロテスタント諸派出身の約100名の修道士から構成される。 現在の院長はブラザー・アロイスである。年間10万人を超える若者が訪れるヨーロッパ有数の巡礼地でもある。また、テゼ共同体で用いられている祈りの歌は様々な言語に訳され世界中で歌われている。テゼ共同体は第二次世界大戦のただ中で生まれたカルバン派の牧師の家庭で育ち、 プロテスタントの神学校で学んでいた当時25歳のブラザーロジェは分裂に疲弊した。この世界で、せめてクリスチャンだけでも目に見える形で和解して、プロテスタントとカトリックの兄弟が共に生きることができれば、小さな希望の印となるのではないかと考え、1940年に祈りと労働の生活を始めた。次第にそのビジョンに共鳴する若者が集まり、 1949年に、いずれの教派からも独立した修道会となった。テゼ共同体は、神を信じる者だけでなく、信じることができない若者をも引きつける場所となった。1950年代以降、口コミでテゼのことを聞きつけた若者が、次々とテゼを訪問するようになった。テゼ共同体を初期に、日本に紹介した人物の一人である、犬飼道子は、テゼを、 20世紀の奇跡と表した。当初、ブラザーたちは、旅人をもてなす、修道院の伝統に従って、人々を迎えていたが、急増する訪問者に直面し、若者への死亡が、共同体に与えられた神からの招きと捉えるようになった。現在、フランスのテゼは、年間10万人を超える若者が訪れる、巡礼地であり、また、世界各地で、テゼの大会が、2005年に、 ブラザー・ロジェは90歳で亡くなり、その8年前から、すでに後継者として選ばれていたカトリック出身である、ブラザー・アロイスが委員長となった。2015年は、テゼ共同体創立75周年及びブラザー・ロジェ、生誕100年にあたる。これを記念して、世界的なクラシック音楽の老舗レーベルである、ドイツグラム本の国際チームとのコラボレーションにより、テゼユニキと平和の音楽を発表した。 テゼ共同体は、単純素朴な生活のうちにすべてを分かち合うこと、院長の意志を尊重しその私牧に従うこと、生涯の独身を貫くことを誓願した約100名の、ブラザーと呼ばれる、修道士から構成される。修道会は、いずれの教派にも属さないが、所属するブラザーたちは、カトリック教会、または、プロテスタント諸派の背景を持ち、その出身国は25カ国を超える。 キリスト社の和解は、テゼ共同体の中心的な証明であり、その初めから、カトリック教会、プロテスタント諸派及び、聖教会など、各教派との連帯が大切にされている。また、テゼ共同体の祈りや生活には、様々な教会の伝統が取り入れられている。創立者のブラザーロジェは、カトリックとプロテスタント諸派の和解に貢献したことで、1974年に、 宗教分野のノーベル賞と言われるテンプルトン賞を受賞した。修道会には修道院の中で深い祈りによる感想を中心とした労働の生活を送る感想修道会と祈りを大切にしながら社会の現実のただ中で教育、福祉、医療、事前活動などの奉仕活動を行う活動修道会の二つがある。テゼ共同体は フランスのテゼや世界各地のフラタニティを拠点に様々な教育、福祉、医療など小さくされた人々と連帯する具体的な社会活動に日々携わっている。そのため活動修道会と思われがちであるがテゼ共同体自体は自らを感想修道会として明確に位置づけている。テゼではまず何よりも深い目想のうちに育まれる心の祈りが優先され、 一日三回の祈りの間は一切の他の活動が中断される。この内なる命の模索である感想的な祈りから押し出されて困難な現実のただ中にあって苦悩する人々との連帯へ向かうことができるのだという。そしてこの内なる命の模索と他者との連帯は切り離すことができないというのがテゼの霊性である。テゼの陶器設立以来ブラザーたちは 労働によって、自らの生活を経済的に支えながら、乾燥による祈りの生活をしている。ブラザーの労働について、陶器やステンドグラスなどの芸術品などがよく知られている。特に、ブラザーダニエルは、陶芸家として、国際的に有名である。テゼ共同体は、現金及び遺産などを一切受け取らないため、目に見える形で貧しい。ブラザーロジェは、 貧しさに止まることは、キリストの再来を、喜びのうちに待ち望むこと、そして日ごとの糧にかく、世界中の人々と心から連帯することであると、書いている。フランスのテゼには、うち約70名のブラザーが生活し、その他のブラザーたちは、アジア、アフリカ及び、南米の最も貧しい地域に住む。数名のブラザーからなる、フラタニティ、または、 テゼハウスと呼ばれる小さな共同体で、困窮にある地域の人。現在アジアには、バングラデシュと韓国に、テゼの家がある。現代を代表する哲学者の一人である、ポール・リクールは、テゼの祈りの方法は、その信仰をそのまま表しており、人々は、人間の存在の深みにある善良さを、天霊という言語によって、祈りの中で体験できると語った。 テゼで行われている天礼とその背景については、テゼの天礼、共同の祈りの歴史、構造、意義に詳しく述べられている。キリストとメナス設立当初は、フランスの伝統的な賛美歌による天礼であったが、1950年代からヨーロッパ全土から若者が訪問するようになり、教派や言語の異なる若者と共に祈りを捧げられるよう、短い歌を繰り返す。 祈りのスタイルが生まれた。これが様々な言語にや、多くの歌は聖書から取られた短い言葉にシンプルなメロディーをつけたもので回数を定めずに繰り返し歌われる。歌を通して聖書の言葉を味わい、繰り返し思い巡らすことで神との交わりを過ごす。短い言葉を繰り返す祈りの方法はキリスト教の古くからの伝統を再発見することで、 生み出されたものである。テゼ共同体に初期の賛美歌を多数提供している。作曲家のジョゼフ・ジェリノーシンプによれば、始まりと終わりが予測できない柔軟な時間の中で、精霊が働く、祈りの空間が創出され、祈る者がただ神の前で時を過ごすことができるという。目相は共同体の祈りの中心を占めている。ブラザー・ロジェは聖書の学びに重きを置いたが、 祈りの中であまり多くの言葉が語られることを好まなかった。テゼの祈りの中では語ることよりも耳を傾けることに重点が置かれ、聖書の朗読の後に10分ほどの完全な沈黙の時間を持つ。沈黙の中で読まれた聖書の言葉について反数する。完全な黙想のプログラムを希望する若者は、そのために設けられている区域に宿舎を移動し、 沈黙の中で生活をすることができる。その間、毎日ブラザーが聖書の学びを個別に導き、また一人一人に耳を傾ける。天礼には多様なキリスト教の伝統が取り入れられており、例えば、祈りにおいては、東方教会の伝統であるイコンが用いられる。祈りの窓であるイコンは、それ、自体に祈るものではなく、イコンを通して垣間見える。神の国の現存に対して、 不死を拝むのだという。ブラザー・ロジェは、ロシア人難民との交流から、かなり早い段階で、イコンの持つ豊かさに触れ、祈りに用いていた。ブラザー・ロジェが特に愛し、現在も、テゼで最もよく用いられるのがキリストとメナスのイコンである。テゼでは、友情のイコンと呼ばれている。本物は、コプト美術の代表作として、パリのルーブル美術館に保存されている。 土曜日の祈りの様子テゼでの典型的な食事テゼでの集いやヨーロッパ大会などテゼ共同体が主催する祈りのプログラムは地上における信頼の巡礼と呼ばれる。これらの集いは17歳から29歳までの若者を対象としているが参加にあたって信仰や教派など年齢以外の条件は問われない。テゼでの集いについては時期によって 30歳以上の人々や家族連れも参加することができる。フランスのテゼは年間を通じて若者が世界中から毎週数千人の若者が訪れる巡礼地として知られている。夏になるとテントが立ち並びピーク時には1万人近い訪問者を迎える。テゼを訪問する多くの若者は1週間滞在しブラザーたちの朝昼夕と毎日3回の 共同の祈りに加わる。滞在期間中は、ブラザーの一人が導く聖書の学びとそれに続く、小さなグループでの分かち合いのプログラムに参加すると、共に、掃除、食事の配膳や歌の奉仕などのワークグループに所属して役割を担うこととなる。テゼでは1週間が1サイクルとなっており、1週間の滞在を通して、若者は種の過ぎ越しを経験する。つまり、 毎週金曜日には、キリストの十字架の死を思い起こす、十字架を囲む祈りがあり、土曜日の夜には、ろうそくの光とともに、キリストの復活を喜び祝う、光の祭りという祈りがある。日曜日には、ユーカリストを共に祝う。ヨーロッパ大会の模様年末年始には、毎年ヨーロッパ青年大会が、ヨーロッパの主要都市で開催され、何万人もの若者が、 世界中から集う。参加者は、開催都市のホストファミリーに迎えられ、1日3回の祈りの生活を過ごす。祈りの他には、信仰、芸術、政治、社会、経済など多岐にわたるテーマのワークショップが設けられており、参加者は希望のものに参加する。大晦日には、それぞれ参加者を迎え入れた教会で、深夜の祈りが持たれる。参加者は、 祈りの中で新年を迎えるとともに、引き続く国際交流のパーティーで新年を祝う。ワールドユースデーとテゼ、編集、テゼのヨーロッパ大会に触発されて、1984年にヨハネ・パウロ2世が提唱したのが、カトリックの青年世界大会である、ワールドユースデーである。ワールドユースデーが提唱された際には、ローマのコロッセオで行われた十字架の道行きの祈りを、 導くため、ブラザーロジェとマザーテレサが招かれた。マザーテレサと共に、ブラザーロジェは第1回ワールドユースデーにもオブザーバーとして招かれており、以来テジェはワールドユースデーに協力している。ヨーロッパ大会の開催都市、編集1991年のマニラ大会以来、アジアでの大会は久しく行われていなかったが、2005年、ブラザーロジェの葬儀中に、 アジア大会を再開する案が持ち上がり、2006年のコルカタ大会が開催されることとなった。ブラザーロジャの最後のメッセージである、未完の手紙における、広げてゆくという言葉にインスピレーションを得たとされる。その後、近年はアジアだけでなく、南米やアフリカなど、これまで大会が行われてこなかった地域でも行われるようになった。2011年4月にはロシアで初の大会が、 モスクワで開催された。また、2012年11月には紛争の傷跡に苦しむルワンダの首都キガリで初めての大会が行われた。アジア大会の開催都市、編集東アジア大会の開催都市、編集、テゼ共同体は毎週多くの若者が訪れる巡礼の場所であるが、テゼ自体は聖地やパワースポットと言われるような場所とは一線を隠す。 例えば、カトリックの巡礼地であるジュルドや、サンティアゴでコンポステーラのように、聖書や聖人にまつわる場所や遺品があるわけではない。テゼ共同体の簡素な教会には、祈りを促すために置かれた素朴な装飾の他には、取り立てて特筆するものはない。祈りの共同体を作るという着想を得て、ふさわしい土地を探し回り、最終的にテゼ村に落ち着いたブラザーロジェ自身。 テゼという土地には強い執着を持っていなかった。むしろ、テゼという名前が大きくなりすぎてしまったことに違和感を覚えたブラザーロジェは、テゼという名前を捨てて、全く別の土地へ移り住むことを考えたことすらある。美しい祈り、聖書の学び、同世代の若者との交流など、人々は様々な理由でテゼを訪れるが、ジェリノーシンプによれば、何よりもそこにあるのは、 信じる共同体との出会いであり、これは現代社会が最も必要としていることだという。そして巡礼者は、その信じる共同体の信仰をそのまま映し出す。祈りを通して、人間の存在の深みにある善良さに触れ、自分自身でいられる空間を体験する。教皇ヨハネ・パウロ2世は、テゼ共同体を旅の途中の泉と表現した。また、 テゼ共同体も巡礼者の最終目的地はテゼではないと明確に表し続けている。また、地上における信頼の巡礼と呼ばれるヨーロッパ大会は、それぞれの場所、社会、教会で、また日常の中で、どのようにして巡礼を続けられるかという模索を助けるために、現地の諸教会と共に企画されている。ブラザーロジャの墓1978年以降、 テゼは3名のブラザーを日本に派遣しており、1988年に韓国へ移るまでの約10年間、ブラザーたちは埼玉県の宮寺教会で生活していた。その活動を引き継ぐ形で、1988年からテゼと連帯しながら、日本でテゼの歌と祈りスタイルで祈る、木相と祈りの集いが東京を中心として各地で始められた。 これらは、教会、修道会、学校などを会場に、常に教派を超えて行われるとともに、教会を支える活動として、それぞれの会場の司祭や牧師とともに企画される。木草と祈りの集いという名称は、テゼ共同体の意向により、広く使われている言葉である。日本では、教会などで独自に企画された祈り会が、テゼの祈り、テゼの集い、 テゼ木葬会というようなタイトルを用いて開かれることがあるが会場の教会や運営者によってテゼ共同体での祈りと全くかけ離れる場合も多々ある。テゼはフランスの修道会を指すためテゼ共同体から離れて独自に企画される祈りの会についてはその教会や地域に根ざしたタイトルの方が私木的にふさわしいというのがテゼ共同体の意向である。 そのためテゼ共同体は、黙想と祈りの集いテゼの歌を歌いながらや、祈りの夕べテゼの音楽と共にといった、独自のタイトルの副題に、テゼという言葉が含まれるような表現を用いるよう、呼びかけている。ただし、その発足に、テゼのブラザーが関わり、毎年ブラザーが関わりを持つ集会については、引き続き、テゼの祈りと呼ばれている。テゼの歌による目相と祈りの集いは、 木葬と祈りの集い準備会の協力を得て企画されるものが多い。木葬と祈りの集いは2012年に日本エキュメニカル協会からエキュメニカル功労賞を受賞した。日本製公開聖歌集では8曲の賛美歌がテゼから引用されている。賛美歌21では15曲の賛美歌がテゼから引用されている。 テゼ共同体の日本語歌集と歌詞が異なる曲、カタカナのルビがテゼで歌われている発音と異なるものがある。短いフレーズを繰り返して歌うテゼの曲に触発され、日本で作られた曲が多数ある。例えば、キリストの平和、ミよ兄弟が、私はなりたいを呼び、御言葉は、人となりなどが有名。これらの歌はテゼの曲ではないが、 テゼの歌と同じように繰り返しのスタイルで用いられ、日本における祈りの集いで歌われている。世界で最も貧しい地域の一つであるバングラデシュにも、1974年から数名のブラザーが生活しており、かつて日本にも滞在していたブラザーフランクが中心的役割を担っている。バングラデシュのテゼは、主に身体障害や知的ディを持つ人々、少数民族の人々、 低所得の人々及びストリートチルドレンを支えるための様々な活動を行っている。また、日本の国際協力 NGO である日本キリスト教、海外医療協力会は、テゼと連携し、バングラデシュでテゼが行っている活動を支えるため、日本人の医療ワーカーを派遣している。ブラザーフランクと信仰のある多くの日本の教会、 および様々な宗派のクリスチャンがこれらの活動を支援しており、バングラデシュのテゼハウスには年間にわたって多くの日本人が訪れる。日本語の賛美歌も頻繁に歌われている。日本語版英語版テゼ共同体の委員長からのメッセージ、約55カ国語に翻訳され、毎年ヨーロッパ青年大会で発表される。この手紙は年間を通じて、 テゼでの祈りの集いや世界各地の目想と祈りの集いで用いられる。日本に滞在した後、25年間バングラデシュのテゼハウスで暮らしているブラザーフランクからのメッセージ。バングラデシュからの手紙は、特に日本及びオランダの人々に向けて書かれたもの。バングラデシュからの手紙、編集ありがとうございます。